皆さんこんにちは山内大二です国立大学工学部情報系大幅定員増やったというニュースでございますこれは大学高専機能強化支援事業高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に関わる支援による定員増ということで令和6年度からの国立大学の就業定員を増加すると まあ国がですね国立大学の情報系の定員を大幅に増やしますよという受験生にとって朗報です。まず北海道大学工学部情報エレクトロニクス学科50人、東北大学工学部の機械知能系が13人、電気情報系20人、建築系7人、東工大情報理工40人、電気通信大、えー、情報理工一類情報系30人。 金沢大電子情報通信40人融合学域スマート創生科学類35人ここ、まあ、ユニークな名前なんですけど専任教員のプロフィール見る限り情報系に近いで岡山大学工学部が30人愛媛大の工学部が30人佐賀大学の理工学部が30人大分大学の理工学部40人も定員を増やすということでまあ 定員が少ない頃に比べたらずっと入りやすくなります。大チャンスです。特に北大、東北大が50人、40人入学者増やすんですよ。大チャンスじゃないですか。あとは首都圏の人も東工大と電気通信大が増やしてくれる。金沢大学なんか70人も増やす。ということで、地方の人にとっても大チャンスです。これはですね、まあやはり情報系の人材が必要だということで、これら国立大学が定員を増やす。 まあですね、定員増やすだけじゃなくて教員ややや研究設備や予算も増やしてくれるとと信じたいところですねなのでいわゆるこの有名国立大学の情報系理工系に定員が増えて入りやすくなると、まあ、倍率も上がっちゃうかもしれませんがチャンスは広がってるんで大いに挑戦しましょうそしてこれら国立大学が定員増やしちゃうことで真ん中ぐらいの大学が学生を吸われていくはずですよね。そうすると 公立大学学の情報学部とかまあ今日紹介した定員を増やす国立大学よりも、まあ、受験の難易度が低い国立大学の工学部の情報系は入りやすくなるかもしれません。また真ん中辺の国公立大学が入りやすくなるというか上の大学に受験生に座れていくわけですから正直地方の私立大学の工学部情報系は より入り入やすすくなると思いますそういう点で今社会が理系シフトしていく中で情報系の学びがやりたいという人にとってはそれはその国立大学を目指していない人にとっても大きなチャンスが来ています。ということで「定員が増えてチャンスがあって仕事があるから情報系に行け」とまでは言いませんがやりたいことが情報工学系の人は定員が増えてチャンスが広がってますよというニュースでした。 ぜひですねそれぞれの大学のホームページ等で、えー、新しい情報を確認してくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します